まあ、プレーオフ決まったことについては、まあ、ほっとしてるし、まあ、いいことですけど、まあ、今日の試合についてはやっぱ、なんていうんですかね、まあ、よくはなかったので、まあ、1万5000近く入ったサポーターの皆さんの前でちょっと恥ずかしい試合をしたかなという印象です。まあ、自分たちは6位で出てるし、もう上位プレーオフで3チームはどこも自分たちよりは強いと認識しているので、まあ、自分たちは勝ちしか求められてませんし、まあ、ある意味は素晴らしい雰囲気だったので、今年やった時も、まあ、楽しみだなとは、まあ、あとは開き直ってやれるかなと思います。まずは目の前の山賀との試合に向けてしっかり準備したいです。